よし、何にも書いてない。こっちも何にも書いてない。無印の、無印のって言ったら悪いんか。今日はこのノーラベルの何も表示のない、牛糞堆肥をこの畑に撒いてみたいと思います。表示が全くないんですけど、その園芸屋さんというよりは、あの農家さんの資材とかを専門に売ってるお店が大分市内にありまして、でそこでね、あの牛糞堆肥、税込み410円だったかな。でね、重鎮地の大きさが大体50リットル入ってるっていうことで、普通のねホームセンターとかで売ってる、油かす入りとかの、油かす入り発酵堆肥なんかは、どうだろう、大体13キロとか15キロ入ってて、500いくらとかなんで、まあ目方から言ったら多分安いと思うんですけど、若干ちょっとね匂いが気になるんで開けてみたいと思います。うん、やっぱなんとなく匂いがある気がする。ああ、どうなんだろう。トウモロコシとかきっとね、なんかいろいろ混ぜてなくて本当に牛糞を軽く発酵させてんのかな。もともと家にあって残ってたやつをちょっと持ってきてみました。これとねどんな感じで違うか比べてみたいと思います。感じ。これが今回買った方、何もラベルが書いてない。発酵してるのがやっぱ匂いがね、なかなか匂いが臭いってほどじゃないけど、嫌いな人は嫌いかなっていう感じの匂い。ほら、なんかこんな風にね、多分ねこれうちさんが食べたやつがそのまま出てきたトウモロコシみたいなやつかな。こっちが、ホームセンターで売ってるやつ。ちなみに名前はね、大豊作実りっていうやつですね。そもそも牛糞堆肥というのは土の改良を目的として使われるものです。ですので今回私の畑の土壌を改良するために牛糞堆肥を選んで使用するということについては、まあ今後どんな風になるのか期待が持てるところなんですけども、しかしこの牛糞堆肥と大豊作実り、これをね私の中で勉強不足でちょっと混同してしまった部分がありまして、それを勢い余って比べてしまいました。ただ本来はこの2つは別々のものであって比べる対象ではないなということを、まあ、改めてちょっと勉強して認識しました。というのもこの大豊作実りというのは普通肥料という括りの中で汚泥発酵肥料という種類の肥料になります。ですのでこの大豊作実りには土壌を改良する牛糞堆肥をはじめとするバーグ堆肥などの土壌改良目的とした成分と、あとは肥料成分として化成肥料や鶏糞、有機肥料などの肥料成分が含まれています。この2つを配合して1つの大豊作実りという肥料を作られているわけですので、まあ、価格がどうのこうのということをそもそも比べるものではなかったなと反省しております。
この間もずっと石拾いしよったような気がするけど、終わんねえわこれ。めちゃくちゃ石、宿命ですね。なんでかな、先生のところ全然石っこねかったもんな。ずっと取るんやろうな、見つけたら。2880、2キロちょい割りそうや。よし、これでまっか。本当自分でいろんな肥料が配合できるような方には純粋に堆肥の方がいいんでしょうね。ちょっと僕はね、これから家庭菜園ということで、もうすでにいろいろこう何かしら混ざっていて調整済みのようなもの、まあ、こういったものがね、やっぱ役に立つのかなというふうに今は思っています。まあ、いろいろこれからもっと勉強してね、いろんな肥料とかを、いろんな資材も使いこなせるようになればいいのかななんていうふうに思いました。本日もご視聴ありがとうございました。